アントニオ・フランシスコ・ペーニア・パディーヤは、ドミニカ共和国モンテクリスティ州出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1975年にピッツバーグパイレーツと契約してプロ入り。1980年9月1日にメジャーデビュー。持ち前の強肩と粘り強い打撃で、1981年には66試合に出場し、規定打席不足も打率。 300をマーク。1982年には打率296.11本塁が63打点の活躍でオールスター初選出を果たす。1983年には打率3割をマーク。同年初のゴールドグラブ賞を受賞。1980年代半ば頃のパイレーツは毎年再開争いをする弱いチームでチームの財政状況も悪化し、 高年俸のベテラン選手を次々と放出。その中で活躍を続けた。1986年オフには、デーブ・ジョンソン監督率いるメジャーリーグオールスターの一員として来日。当初、保守は3人の来日が予定されていたが、ゲイリー・カーターがキャンセルし、来日後2戦目で、リッチ、ゲドマンが負傷して帰国したため、以後の試合を一人でマスクをかぶり続け、 打っても日本塁打の活躍で MVP を受賞。落合博光を座ったまま二塁に送球して牽制アウトにしたプレイで日本のファンをうならせた。1987年開幕直前にアンディバンスライクラ3選手とのトレードでセントルイスカージナルスへ移籍した。この年は故障もあって116試合、打率、214にとどまったが自身初のワールドシリーズ出場を果たす。 敗れはしたが、ミネソタツインズとのワールドシリーズでは43打数17、アンダ、4打点を記録。以後、フルシーズンの打率が263を超えることはなかったが、1993年まではコンスタントに出場を続ける。1990年にはボストンレッドソックスへ移籍した。1991年には6年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞。 1994年にはクリーブランド・インディアンスへ移籍した。出場機会は減ったが、ここぞという場面では貴重な存在で、1995年のア・リーグチャンピオンシップシリーズ第一戦では、全所属球団のレッドソックス相手に決勝本塁打を打ち、チームを38年ぶりのワールドシリーズに導いた。 1997年は、シカゴホワイトソックス、さらにヒューストンアストロズでプレーし、この年を最後に現役を引退した。祖国ドミニカのインターリーグで監督を務め、二度優勝し、2001年にはカリビアンシリーズ優勝を果たす。アストロズのコーチを務めていた2002年途中に、トニー・ミューサーの後を受けて、カンザスシティロイヤルズの監督に就任。2003年、 戦力の劣るチームで前半戦を首位で折り返す。結局83勝79敗で3位に終わったが、リーグの最優秀監督賞を受賞。しかし2004年は104敗を喫して、最下位に沈み、2005年5月10日に解任された。解任の時点で8勝25敗で、これは開幕から33試合に限れば、アリーグのワースト記録であった。 2005年11月3日にニューヨークヤンキースの一類コーチに就任。2008年11月13日にヤンキースのベンチコーチに移動した。2013年3月に開催された第3回、WBC のドミニカ代表監督を務め、母国を優勝に導いた。2015年1月12日にヤンキースの一類コーチに移動し、2017年まで務めた。 2017年開幕前の3月に開催された第4回 WBC のドミニカ共和国代表監督を務め2大会連続で務めた。弟のラモンペーニャは1989年デトロイトタイガースで投手として8試合に登板している。なお、ピッチャーのトニーペーニャの本名はラモンアントニオペーニャだが、本校のトニーペーニャの息子でもラモンペーニャの息子でもない。 息子のトニー・ペーニャ・ジュニア、フランシスコ・ペーニャもメジャーリーガーである。ありがとうございます。